はい、皆さんこんにちは、ギガプロとこと帝王です。はい、皆さんこんにちは、ブーちゃんです。はい、今回はね、ブーちゃん、甥っ子のブーちゃんがね、うちに遊びに来ているということで、ブーちゃんのね、まあ実況が聞けるのもなかなか、まあ稀なんじゃないかなということで、まあ一応ね、このクレザクさん、今回はクレザクラさんと対戦しますが、事前にね、許可は取ってあるので、甥っ子のね、ブーちゃんの声が入るかもしれないので、ご容赦くださいということで、許可は取ってあるので、ブーちゃん、まあ、一応ね、適宜、なんか実況してくれてもいいし、なんかね、物を言ってくれてもいいし。まあ、実況っていうか、もうほぼ僕は観戦するぐらいしか。これが詐欺飛びなんだ、みたいな感じ。さあ、行きましょう。1試合目。さあ、クレザクラさん。ハイディオ。おっと。ミスった。何？いいよ。ああ、まあ黒ヤギですね。ああ、ありましたね。時飛びバーサス時飛ばしとか。一応ね、僕の弟、まあ一応黒ヤギっていうね、ネットの名前で一応言ってるんですが。本当にね、フーゴがめっちゃ上手くてね、フーゴめっちゃ強かったんですよ、弟のフーゴがね。そう。やっぱその人対策っていうのはやっぱ大事なんで。ロハンはかなり、まあ、ネタキャラ。いうか、もうほとんどあまり強い要素がないっていう感じですね。てか話しないで終わってますけど。とりあえず、1試合目終了しましたね。はい。さて、2試合目行きましょう。まあ本当にね、僕の弟、フーゴとフッチが非常にうまいので、まあぜひね、対戦リクエストマッチにも出てほしいなとは僕も思ってるんですけどね。ただ、弟はちょっと他人ですね、他人。他人との対戦はなぜか、苦手で、なぜか僕には勝てたりはするんだけども、他人様にはなんかめっちゃボロ負けしたりとか、なんかよく分かんないなんか体質なんですよね。体質っていうかプレイスタイルというか、ユカさんの読みすぎて、他人のことが分かんないいつもやってる感じだと違うんですね。そうやな、そうかもしれないですね。確かリオは相手のキャラがダウン中にザワールド使って、っていうか普通のリオの投げからザワールド確定っすね。投げでぶっ飛ぶんで、そこでザワールド確定っていう。ジョータロウもそうなんですけど、あいつコマの投げからスタープラスが確定なんですよね。というわけで2試合目取れましたね。はい。さあ、甥っ子のブーちゃん的にはどうでしょう、この僕の初心者のね、バリバリ初心者。ディアボロ以外全然わからないというところで、まあこうやって頑張ってますけど、どうですかね。でもやっぱり、こう、相手のキャラを、相手の、すごく、やっぱり相手が何をするかっていうのは、大体わかってる。まあね、そういうところはあるね。このキャラクターは、こういう攻撃、この技が注意必要だなとか、そういう最低限の知識ぐらいはあるんですけど、やっぱり人が使う以上ね、どう動いてくるのかさ、
ょ、わからないんだよね、正直に。いやいや、17秒おっと、ディオがバーストを使ってきました。おっと、ということで3試合目ですかね、これ次4試合目かな。うん、そうですね。うん、追い込んぶーちゃんも格ゲー始めましょう。格ゲー、いやーでも格ゲー、うん、格、あのね、僕のね持論なんだけども、格ゲーを極めたらどんなゲームも大抵上手くなれるっていう持論があります。なぜかっていうと、格ゲーってほとんどの要素が詰まってるんですよね。反射神経とか、読みとか、コマティックとかっていう風に全部詰まってるんですよね。大変。あれ、あれも、そう。あれも、格ゲーの要素が入ってますか。目押しっていうね。目押しコンボとか、格ゲーにはあるのに。熱さすがにね、100円パーって、レイツの機能を、ちょっと、ボコーンって、CR、ちょっと、ゲームで、ああ、配達持ってるんだ。まあ、結構毎日、いいと思う。うん。まあ、大体ゲームセンターで、こう、契約やってると、うん。だって、後ろの人が集まるんですよ。ああ。いや、今のはおかしいでしょ。おいこのブーちゃんはね、結構ね、幼少期の頃から太鼓の達人をやってて、うまいんですよね、太鼓達人。ああ、ミスター時止めが来て、おっ、チェックメイト。そんなに減ってない。そんなに減ってない。うん。そうですね。ブーちゃんはね、幼少期、本当ちっちゃい頃から太鼓の達人やってるんで、本当にうまいんですよね。なんで必然的にこうギャラリーができるんですよ。ギャラリーがね。こうたかってくるんですよね。結構人が見に来る。で、これ何試合目だっけ？これ5試合目じゃない？5試合目ですね。はい、5試合目行きましょう。なんでかっていうと、やっぱ試合にそれだけ集中してるから、あれ次何試合目だっけってなるわけですよ。忘れるし。当人はね、めっちゃこう集中するんで、正直。何試合目か忘れやすいんですよね。だから、毎回、結構口に出して言わないと忘れるんですよ。次何試合目ですねとか、今何試合目の何本目取りましたねとか、いちいち言わないと本当に忘れるんですよね。うん、ただそれで試合数が増えると相手はちょっとだけ得するけど。話変わるんですけど、うん、いや途中からね見なくなったんですよ。夜中3時とかめんどくさくなって、見なくなったんですよね。これはハメじゃないです。これは挑発連携っていうね、挑発連携っていう、まあ真っ当な、普通に至極当然な、まあ、攻めというか、まあ、僕ぐらいしか
ディアボロでは僕ぐらいしか使ってないんですけどね、挑発連携。要は相手をダウンさせて挑発するじゃないですか。挑発したら絶対に相手が立ち状態に戻るんですよ。ああ、なんか見ましたね、それ。なんか今後そう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 、立ち状態に戻るんですよ。それを利用して穴を突くっていうか、相手がテンパってるところを狙うっていう感じですね。あれかな、ディエゴでなんか打ってから挑発して、うん、挑発コンボっていうのがありますよね。挑発コンボ難しいですか。いや、要は挑発が決まったら絶対に相手キャラが立ち状態になるんで、そこに重ねるように飛び道具とかをか置いておけば絶対当たるとですよ。挑発がね、挑発終わった後に、そこでまたコンボをつなげて、で、これ7試合目だっけ、6試合目か。うん、絶対に毎回、毎週見ます。でもなんか4分最後に予告5分やりますよ的な予告があったらしいじゃないですか。そうなんですか。なんか To be continue 黄金の心みたいな感じで、僕4分、最終話だけなんか取れてなくて、まあ、ただ結末知ってるんで。あ、まあね、最後はまあ救急車が焦って、時間バイタバスト発動したけど、もうすでに死んでたっていう、ね、そうそうそう。で、これが7000円。うん、まあこうやってね、甥っ子の坊ちゃんが、まあ、遊びに来てるんで、試合とはあまりこう関係ない話とかね、やつと申し訳ないですけど、まあ、せっかくなんでね、坊ちゃんが遊びに来てくれるっていうのは、まあ、機会がないのでね。大体ちょっとやっぱり忙しいとかってあるじゃないですか。なんで結構ブーちゃんとの、まあ、時間は大事にしたいかなとは思ってるんですよね。はい、ダブルパーフェクトやったね。で、これ8、次9試合目？これ8試合目でしょ？確か。これ8試合目じゃなかったっけ？あ、これ8試合目か。うん。ってことで、次9試合目ですね。クルザクラさんはまあ、オールスターバトル初心者っていうのはもちろんのことなんですが、格闘ゲーム自体もね、そんなに得意じゃないというか、あまりこう経験が浅いっていう感じらしいんですよね、クルザクラさんは。なんで、まあ、いろんな点でね、ちょっと練習が必要っていうふうにご自身も言ってらっしゃいましたね。はい、今の分かりました。激ね、グリッティーうまい。今、後ろいたでしょ。あれは、後ろに行くのは、まあ、めくり普通なんですけど、こう、表か裏か、どっちか全く分からないっていうレベルの、際どい、超際どいめくりを、僕は激めくりと言ってるんですよ。どっちか分からないっていうね。超際どいめくりですよ。
当たってない。おっと、いや遅かったですね。遅かったですね。ザワールドのパンチが終わってましたからね。はい、オッケー、9試合目取れましたね。うん、まあなんだかんだね、こうブーちゃんとおしゃべりながらやってますけどね、本当にブーちゃんとこう遊べる機会っていうのはなかなかないので、やっぱこう春休みとかね、そういう期間しかないんで、ちょっとね、まあいろいろだべりながらね、2人でわちゃわちゃとやっております。さあラストいきましょう、10試合目。さあブーちゃん、この僕のプレイを見て格闘ゲームの勉強をするんだ。格闘ゲーム上手くなってるね。さっきも言ったけど、いろんな要素が詰まってるんで、大体のゲームが上手くなれますよ。格撃アイデアが目押し、反射神経、読み込まれていく、大体のやったゲームは当てはまるんでね。うん、やってるんです。うん、いつも思うんですけど、自分がいくら気にしても味方が気にしないと負けるっていう、そういう要素があるんですか。あ、まああれチーム戦ですからね。うん、さあ、10試合取れたんで、このまま、エンドトークに入らせていただきましょう。はい、今回ですね、クレイザクラさんですね、初心者さんという形で、2本ぐらいかな、動画出してますね。以前2回ぐらいやってますね、はい、この方とは。はい、今回も、クレイザクラさんとやらせていただきました。まあ、クレイザクラさん自身がね、本当にまあ、オールスターバトルはもちろん、格闘ゲーム自体がね、ちょっと初心者っていうところもあるみたいなんで、まあ、そこはちょっと、まあ、独学とか、まあ、プレイヤーマッチをひたすらやるとか、まあ、なんとか、まあ、頑張ってもらうしかないかなという、まあ、格闘ゲーム自体の腕、要はプレイヤースキルですね。これはもう、独学で磨くしかないんでね、正直。あとはセンスとかも問われるんで、そこはもうなんとかもう自分でなんとかするしかないです。はい、というわけで頑張ってください、クレゼカーさんね。はい、でブーちゃんから何か一言あれば。いや、なんもないです。今回の試合見てどうでした？ノーコメント。ノーコメントで。ノーコメントみたいです。はい、というわけで今回はこの辺で終了にしたいと思います。はい、ありがとうございました。